落とした我が軍は9月7日泥陵を完全攻略。一方我が南支軍は9月22日五州に突入。南北よりする猛攻に在日米空軍の重要拠点桂林もまた崩壊に瀕する。泥陵飛行場、洗脳と聞かアメリカ空軍第14航空隊が虎の子と頼んだ敵の基地も敵機の残骸に渦巻く。敵は泥陵市街をも破壊し尽くして敗走した。広東省から広西省へ南支北上作戦も活発に展開。西湖を渡って進撃、重慶第7線区に突入。22日、ついに桂林の外郭基地五州を攻略。五州は広西省における軍事交通上の要点で、その陥落は桂林の命脈を縮めることとなった。敵の基地を潰し我が高射砲隊は前へ前へその陣地を推し進める。空襲恐れず隊長の号令一下、火を吐く放射砲。放射砲隊の腕はさえ、撃墜敵機の数は増えている。泥陵五州を攻略して桂林に迫る大陸両断作戦と、一方温州福州に奇襲上陸を敢行した南支那先制攻略は、在日米空軍の活動を封じてついには太平洋決戦への参加を牽制し、絶妙なる陸海共同作戦は陸に海に雄大に繰り広がられたのである。